はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、フリマアプリメルカリで僕セイキンの服出品します。そう、今ね、フリマアプリのメルカリっていうのが流行ってるらしいんですけど、僕もね、こう家にあって結構使ってない服とか、いろいろあるので、今回それをね、出品したいと思います。はい、早速こちら画面をご覧ください。こちらがメルカリです。で、これ見てもらうとわかるんですけど、もう早速商品がたくさん売ってますよね。こうやってほら、スクロールするといろんなのが出てきます。かなりの商品数があるみたいですね。で、今これジャンルを全てにしてるんですけど、メンズとか、それから、例えばほら、家電、スマホとかね、これジャンル分けがされてるので非常に見やすいですね。そう、結構あるんですよね。スポーツ、レジャー、自動車、オートバイで、これ見ていくとね、まあ新品もあるし中古品ももちろんあるんですよね。まあフリマなんでね。例えばこれなんか見てみましょうか。はい、これは新品未使用って書いてますね。 iPhone の液晶強化ガラスフィルムってことなんですけど、これ500円でしょ。かなり安いですよ。これ、このガラスフィルムって結構高いですからね。何千円とかしますよね。でもこう全体的に見ても結構比較的ね、安く出てますよね。うん、定価よりも安く買えるんじゃないでしょうか。試しにね、なんか買ってみようかなと思うんですよね。いいの思いついた。これ検索もできるんですね。うん、これいっちゃいますか。 PSVR あるかな。あるんじゃない、これ。おお、右上のやつはソールドって書いてあるから、これも売れちゃったのかな。まあ結構出てますけど、もうソールドってのがたくさんありますね。売れちゃうんだね、やっぱりね。うわ、めっちゃ売れてるじゃん、これ。うわー、ちょっと安いやつはほとんど売れちゃってますね、これ。これはいいのかな、これはいけるかな。お、プレイステーション VR 新品未開封。 PSVR、カメラがついてるバージョンですね。で、未開封商品っていうことですね。もう完全新品だね。じゃあこれを買いますか。購入手続きへ。はい、購入手続きに来ました。はい、今支払い方法設定しました。今回クレジットカードで行こうと思います。で、あと配送先の設定。はい、これで配送先も設定 OK です。購入が完了しました。めっちゃ簡単だね、これ。出品者の発送通知をお待ちくださいとのことですね。それでは出品やってみたいと思います。出品する場合は一番右下にこれ出品って出てますね。これを押すのかな。はい、でそうすると写真を撮るアルバムから選択するっていうのが出てくるので、まあね、服とか売るんだったら服のこう写真を撮ってもいいですし、もう事前に撮ってあるんだったらアルバムから選択でもいいですよね。僕はね、もう撮ってあるのでアルバムから選択するにしましょう。はい、今ね、写真を設定してみたんですけど、4枚添付しました。ちょっと見てみますか。ほい、はい、こんな感じの服です。チェックのシャツですね。1枚目がこれ、2枚目はい後ろ側、3枚目、はい。はい、これ首のとこのタグですね。これジャーナルスタンダードのシャツです。で、最後、はい、これですね。これもまあタグ、サイズ M です。ちなみに実物はこれです。僕ね、結構ネットで服を買うことが多くて、これもね、ネットで買ったんですけど、ちょっとサイズが合わなくて、試着しただけです。新品未使用でいいのかなと思います。でもデザインはかっこいいんですよ。じゃあ残りどんどん設定していきましょう。はい、商品名はジャーナルスタンダードチェックシャツにしました。はい。はい、説明はこれです。一度試着したのみです。新品未使用、サイズ M。で、次、カテゴリーか。はい、カテゴリー。おお、もう大体出てくれるんだね。すごいね。メンズトップスシャツ、これでいいか。OK。サイズ。あ、サイズ、ここに選ぶとかあったのね。M。ブランド。あ、ブランドも選べんのか。お、あった。ジャーナルスタンダード。そうそう、これですよ。商品の状態。まあ、新品未使用でしょう。で、あと、配送についてですね。配送料の負担。出品者負担ってことで、僕負担ってことですね。はい。で、配送の方法は、まあゆうパックとか黒猫ヤマトとかね、たくさん種類があるんですけど、上から2番目ですね、楽々メルカリ便っていうのがあります。これだと宛名書き不要、それで匿名で配送ができるってことなんですよ。買う人も出品する人もお互いに名前とか住所を知られずに取引ができるってことなんですね。その他にもメリットがあって、例えばこう配送時にトラブルが起きてしまった場合、商品代金を全額保証してくれるみたいです。あとは配送状況がいつでも確認できるとか、いろいろ利点がありますね。じゃあ楽々メルカリ便にしときましょう。はい、で発送元の地域東京都、はい OK。 で発送までの日数、一応4から7日ですいません、設定しておきます。はい、で価格ですよね。最低価格は300円からっていうことなんですけど、はい、お、売れやすい価格とか出てくるんだ。はい、これでいきましょう。300円、最低価格です。いいですか。ちなみにこのシャツ定価で買うと1万円ぐらいします。新品未使用、300円でどうでしょう。じゃあこれで出品
品する。出品が完了しました。いや、ほんと簡単ですね。これ出品したの見えるのかな。出品した商品、これ押してみましょう。はい、お、出品中になってる。これおー、5分出てるわけね。なるほどね。あ、一応分かりやすいように、そうだ、これ説明のとこに最近 TV っていうとこで、もちろん今の服だけじゃありません。で、残りの服なんですけど、今は出品しません。で、これ出品する日なんですけど、皆さん要チェックですよ。一応現段階では1月22日の日曜日12時に出品をしたいと思います。で、これから出品するものを、お見せしたいと思います。まず一つ目はこちら。はい、これね、シャツなんですけど、そうですね、袖がね、これ七分ぐらいですかね。で、星柄が入ってるブルーのチェックのシャツですね。はい、これブランドはね、ギルドプライムです。裏にも星のマークがついてるね。まあ、これも衣装として買ったんですけど、ちょっとサイズが合わなくてね。これね、袖まくるとこういう風になってるんですよ。はい、次、じゃじゃん、これは紺色のチェック柄ですね。ブランドはラブレス。うん、こんな感じのロゴが入ってますね。はい、次、こちら、これシャツです。色は紺とグレー、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングですね。かなり生地しっかりしてます。はい、次、じゃじゃん、はい、これはもうね、一目瞭然、アディダスのトレーナーですね。フードとかはついてないです。はい、次、こちら、これ靴です。はい、こんな感じのアディダスの靴ですね。かっこいいでしょう。これも全く履いてないんですけど、なんでかっていうとサイズ間違えたんですよ。僕ね、足結構でかくて28ぐらいなんですよね。これ 26.5 なんですよ。はい、次、こちら、ユニクロのチェックのシャツ、ブルーとイエローですね。こちらのブルーは新品なんですけど、このイエローはね、一回セイキン TV で着たかな。で、これだと全部男性ものなんですよね。セイキン TV 女性もきっと見てくれてるはずです。女性ものなんかないかなと思ってポンちゃんに聞いたんですよ。ということで、ポンちゃんからいくつか用意してもらいました。まずはこちら、これね、トートバッグですね。マーガレット・ハウエルです。これね、こういう風にもちろんかけることもできるし、ここにちょっとね、持ち手もついてて、こう持てるんですよね。マチはこのぐらいですね。次はこちら、これジェラートピケというブランドのものです。フードがついてるパーカーです。かなり大きめです。ただね、これすごく生地も良くて暖かくていいですよ。これもね、試着しただけです。次はこちら、これはアバンリリーのフェイクファースヌードです。ポリエステルですね。まあ、なんかね、マフラーみたいなやつですよ。こういう風につけるやつ、うん、あったかい。はい、次、こちら、はい、これもジェラピケのエアバンドですね。リボン型のものです。まあ、洗顔するときとかに使いますよね。はい、そして最後はこちら、まあ、チェスターコートですね。色はライトグレー、ブランドはミスティーウーマン。うん、こんな感じの生地ですね。はい、今回出品するものは以上になります。で、気になるお値段なんですけど、全て一律各300円でいかがでしょうか。まあ、フリマっぽくていいでしょ。せっかくなんで、必要とする方がね、来てくれたらいいなと思って最低価格300円で出品いたします。で、今の服それぞれに僕のサインをお付けします。はい、まあ、イメージとしてはこんな感じですね。買ってくれた方にはこんな感じでお届けします。で、僕の出品したものを検索するときなんですが、こちらセイキン TV で検索してみてください。先ほども言いましたが、僕今回全部300円で出品します。なので、もしも同じ名前とかですごい高い金額とかで売ってたら、僕のではないのでご注意ください。ちなみに招待コードはこちら、小文字で SKNTV。 ぜひこちらのコード入力してみてください。今日僕が使ったフリマアプリメルカリのダウンロードリンクをこの動画の概要欄に貼っておきます。気になった方、一度ダウンロードして使ってみてください。それでは12月22日12時、チェックよろしく。またお会いしましょう。 See you next time。Get up, so keep your get up. 恐れず